今回は雨の日にお家でゆっくり雨の音を聞きながら過ごす、そんな6月にちなんだ梅雨を連想させる小さなペーパーアイテムを作ります。インクを2色使用したグラデーションにもチャレンジしています。皆さんこんにちは。今年はもうすでに初夏に入りつつありますが、雨のイメージで今回はこの3色を使っていきたいと思います。それでは始めましょう。道具を準備していきながら今日の作るものについてちょっとお話ししようかなと思います。ミニカードと呼んでいるカードを今回は使います。こちらはカリグラフィーのペーパーアイテムのアイデア集なんかでよく見るものです。作ってるとお家で過ごした時間を撮影して SNS にアップしたり、テーブルの上に広がる世界観とかメッセージが伝わるような文字を書くからこそのアイテムだと思ってます。単語一つをシンプルに添えてその月のあれこれを撮影するっていうのは、なんとなく撮った写真とかなんとなく過ぎていく時間っていうのではなくて、それを記録していけるようですごくいいなと思ってます。その面白さっていうのは、単語同士を組み合わせるからこそ自分でイメージを作っていけるっていう、想像するっていうところが楽しいところです。映像は進んでますが、まず月の名前とインクの名前を書いていっています。今回梅雨の時期に使うあれこれを楽しむ材料として霧雨という雨の呼び名がついたインクを使って書いていっています。旬のものが美味しいみたいに、その季節だからこそ使う喜びっていうのが立ち上がるようなものを選ぶ、そういうのが自分の満足度を高めていくっていう楽しい作業なので、大事にしていきたいところやなと思って、今回は霧雨のインクで、まず6月ジューンと、この後このインクの名前を英単語でミスティというふうに書いてます。映像みたいに書き始めと、あと最後の書き終わりの線をこんなふうに長く伸ばしてもいいですし、通常というか、普段書くみたいに短く仕上げてもどっちでもいいです。横長にカードを長く取って、後で撮影の時とかにバランスが取ったりしやすいようにということで、今回は最初と最後のラインですね、書き始めと書き終わりのラインを長くして仕上げています。これはお好きなようにしてみてください。単色が書き終わったので、次はいよいよ2色のグラデーションに入ります。まず先に使うのは紫です。今回選んだのは紫色、その名も紫式部です。こんな感じ。紫式部は植物にも名付けられています。で、この後にまた違う色も使います。このインク、色の印象で今回はセレクトしました。意味から組み立てて作ると、また選んだりする言葉とか写真に一緒に撮るものとか世界観も変わっていくから面白いなと思います。今回もちょっと長めに線を引いて書き始めてます。インクの名前の意味からだったり、色の印象からだったり、どこをスタートにするかっていうのは、その時その時で自分の好きに選んでいける部分なので、こういう風な名前がついているものとか言葉のイメージっていうのはすごい面白いなっていうのをいつも思っています。次に、違う色を使うんですが、混ぜて作るというグラデーションっていうのではなくて、今回のグラデーションは類似した色を隣り合わせるっていうことでグラデーションに見えるように仕上げていきます。紫式部の隣に使う色は紺碧という色です。これは昔から使われている色の名前の言葉で、青さを表している言葉です。
先ほど言ったみたいに色を混ぜてグラデーションを作って描いてっていうのじゃなくって、あのすごく楽にこうグラデーションに見えるっていう方法で今回は描いています。単語ごとで切って色を使うのではなくって、単語の途中で色を変えるっていうのがグラデーションに見せるポイントです。ここで今回書いてるのはアーリーサマーレインという単語なんですが、これはさみだれっていう意味の言葉で、5月の雨と書くんですがね、6月やんっていうところで、まあ、調べたわけですよ。そしたらあのこれは旧暦で今の6月に降る雨を指した言葉だそうです。言葉の意味とかこう選んだ単語っていうのがこの時期にまつわる言葉だったので、今回はその言葉のイメージに合う色っていうことで、この時期のまあ花をイメージした涼しさを感じる色で描いてみました。単語の途中で色を変えるという話をしていたんですけど、今見てもらったらわかりますかね。 M の山、一つ目は青で書いて、二山目、三山目から、二山目からかな、紫に変わってます。これをまあ繰り返したり、まあ、これは今回2色でやってますけど、これが例えば3色になるっていうこともあの可能です。これはこう混ぜて作ってできる色とか、こうさっき類似の色って言ってたんですけど、青と赤を混ぜると紫になるみたいな感じで、あの3色使う場合は、なんだろう、青、紫、赤みたいな順番でこう混ぜて使う色は挟むような感じで使うっていう形で、こう3色っていう風に色をこう足していくというか、色を増やして変えていくっていう方法もあのすごく綺麗に仕上がるんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。そんなこと言ってたらできましたね。なんかね、やっぱり単色でそれぞれくっつけたっていう形であるんですけど、いい感じにグラデーションに見えるように仕上がりましたね。雨の名を綴ったミニカード3種類完成です。この後2部を洗った色水が飾っていた矢車菊と同じ色で、ちょっと嬉しかったりしました。今回はこのミニカードたちをセッティングしたお茶時間を撮影します。しずくという名前のついたお菓子をチョイスしました。初夏の涼しさを求めるときにもいいんですけど、今回はあの雨粒を食べるっていう子供の頃の夢を叶える気分で選んでみました。なかなか出ない、出た、出た、出た。こちら4回ほど同じ作業を繰り返してやっと出てきてくれました。自分の思うタイミングとはちょっと違ったんですけど、このプルプルの柔らかさと透明感を見るとやっぱり嬉しくなりました。本当にひとしずくっていう感じでした。今回は抹茶と合わせて楽しみます。本当は心を落ち着けて味わうところなんですけど、こうして書いたものたちがテーブルに勢ぞろいしていくときにこう高まっていく満足感っていうのは、こう何とも言えない嬉しさがあって、こうお茶を立てた後に撮影もしたいので、立てた抹茶の泡がなくならないうちにセッティングをこう迷いつつも、こう悩みながらも急いでやっていきます。このセルフスタイリングの時間っていうのがこう最高に満たされて楽しい時間です。撮影をした後、あのようやくの一息でお菓子を楽しんでいくような感じにいつもなってます。ちょっとお菓子を食べたい気持ちと、撮影をこう可愛く残したいっていう気持ちとのこうせめぎ合いのひとときなんで、こうどっちを優先っていうところもあるんですが、まあ、今回もなんとか落としどころを見つけて可愛く撮影を我ながらというか、雨の名前を綴った言葉とひとしずくをこうお菓子として楽しむっていうセッティングが
できて非常に満足しております。これ満足感をこう感じながら撮っている映像です。このねわらび餅もっちりしてます。こうひとしずく、まあ、夢を叶えるっていうイメージでって言ったんですけど、ひとしずくがこう大きくって贅沢な感じです。いつまでも眺めていたくなる透明を楽しみつつ、こうあっという間に食べ進んでしまうんですけど、半分はそのままで楽しんで残りは付属のきな粉で味変。ほらあの雨の日の情景から切り取った名前のついたお菓子をセレクトして楽しむもよし、雨の日を記録する1枚を撮るにもよしのミニカードの3種類、おうち時間を心ゆくまで気持ちを高めながら楽しむアイディアの参考にしてもらえたら嬉しいです。今回の動画はいかがでしたか。共に文字を綴る時間また楽しみましょう。次の動画もお楽しみに。